皆さんこんばんは。スープマンテです。いや全く意味が分かりませんね。これスープマンテじゃないし、実はですね、これシャンパンです。なんで今日シャンパンを飲んでいるのか飲みたかったからです。あのですね、宝くじ全然当たりません。まあ、それにあの宝くじ当たって飲むのはドンペリだしね。これ別になんかいけない。今日ねイオン行ったらなんか安いなんかシャンパンスパークリングワインが置いてあったんで買ってきたんですよ。ちょっとねここのとこ風邪気味で喉が痛いんで、でビールもねちょっとここ数日飲んでないし、てかお酒飲んでないし2、3日ね何にも、でねそんなわけでただ単に安物のスパークリングワインを買ってきただけです。残念ながら宝くじ当たってません。ロリンザさんこれ見てくれてるかどうかわかんないですけどね。だからまだおごれませんよあそうだ、つとさんいつもつとさん、いつもコメントありがとうございます。本当にね、もうあんまり気使わなくていいですからねこんなつまんない親父のね動画にいつも本当リップつけていただきましてありがとうございます。もう本当もう感謝感激です。もう本当ね、ここにいたらもう一杯こうお継ぎしたいね。あ、つとさん家にも猫ちゃんいたんですね。お名前なんていう猫ちゃんだったんだ、猫ちゃんだったんですかね。ね、うまい。あ、すいません、勝手にそれ飲んでます。ね、12歳までね、うちのジャックもね、ちょうど12歳くらいかな。だからね、今1日ね、1回、外に出してやってます。まあ、ほんのちょっとの間なんですけどね、他の猫がね、それ見るとね、俺も出せって多分言うんで、他の猫がね、寝てる間に、まあちょっとね、まあ、玄関の前の芝生のところだけね、日向ぼっこさせてやってるんですよ。もう年寄りなんでね、なるだけね、まあ、本当はね、広い庭にね、もうそこでね一日中もう走り回ったりね、まあ、寝転がったりできるような広い庭ね、車がこう通らないね、車に引かれる心配のないところでね、そういう広い庭付きの一戸建てね、一戸建てっていうかね、ログハウス、宝くじが当たらないと買えないんですよ宝くじね。でもね、ここのとこね、てかね、まあ、ね、先週はまあ、ボックスの一番違いが1回、まあ先々週もボックスの1回一番違いが1回、その前の週もボックスの一番違いが1回にストレートの一番違いが1回、その前の週なんかストレートの一番違いが2回ですよ。まあね、これ買ってる人は私が何言ってるか分かってると思うんですけど、それまでは大体ね、2週間にストレートの一番違いが、まあ、2週間というか10日間にストレートの一番違いが1回っていう感じだったんですよね。で先週、先々週かな、結構自分でも来てるなーってのあったんですけどね、来ません。いやーダメっすね、やっぱりちょっとね、これ運をつかまないとダメですね。運を、これね、これで運をつかまないと。コパさん、まあ見てないでしょうけどね、私の動画は。まあコパさんにね、あ、そうそう、宝くじはね、なんか30日に買うといいらしいですよ。ね、時間は何時って言ってたかな、吉報院もどっちって言ってたかな、すいません、忘れちゃいました。大体いつもね、ベッドでね、iPad でこう寝ながら見てるもんでねすいません、コパさん、ちゃんと見てますよね、毎日見てますから、欠かさずね。もしね、宝くじいつがいいかっていうのね、コパさんのね、コパネットチャンネルってのありますんで、それ見てください。今日の朝もなんか言ってましたね、おっしゃってましたよ。まあね、そんなわけでね、とにかくかすりまくりなんですよ、かすりまくり、かすりはすれども当たりはせずってやつですね。いやーねー、当たんねえかな、宝くじ当たったらな。でもシャンパン買っちゃいましたけどねでもまずいっすよこれ、全然美味しくない。まあ飲みやすいですけどね。ところでイオンってなんでレジ袋ないんですか。まあね、ほらやれエコだなんて言ってますけどね、買うと5円って、まあ別に買ったっていいんですけど、レジ袋ぐらいいいんじゃないですか。別にそんなもの節約したって
地球の環境なんかは私はよくならないと思いますけどね。まあ武田教授のねのブログご覧になってる方はね、私の言ってること分かると思うんですけど、これもでも分かんない人多いんだろうな。節約とか全然正しくないとかね、まあ、地球は温暖化してないとか、まあ、こういうことはねまた言うとな、またあいつなんか言ってるって。でもまあこれ正しいんですよ本当のこと言うとね、まあ、だからなんでレジ袋を使わないのはね、これはエコなのか、それともいいことか悪いことか、まあ、武田教授にちょっと質問してみたいと思います。まあ、武田教授はどういう答え返っているか楽しみですね。まあ、ただまあ私は別にどっちでもいいと思うんですけど、ただ誤え払うのも嫌だなって気もしますよね。でもね、いつもほら言って思うんですよ。あ、そうだ、ここレジ袋ないんだって。かといってね、そんなエコバッグなんて持ち歩いてませんからね、私ね。あと服脱いでね、夏だったら上着脱いでね、それでこうくるんで、あ、風呂敷か、風呂敷だ、あ、こういう時は風呂敷ですよ。日本のね、トラディショナルラッピング。あー、みっちゃん。あ、みっちゃん。あー、もうカメラもう一個買いたいな。携帯で撮ればいいのか。みっちゃん。すいません、私だけ笑っててね。今度皆さんにね、何が楽しいのか。まあ今日はそんなわけで、この後、明日の宝くじの予想をします。でもね、酔っ払ってする予想は全然当たりません。当たったらさ、ドッペリあげますから。交互期待。おやすみなさい。チャオ。